皆さんこんにちは、新井です。今回は新しいフライトシムの機材を購入したので、そちらを紹介していきたいと思います。では早速、これ、スティック、スロットル、ラダーペダルの3点セットです。今回購入したのがスラストマスター T16000mFCS フライトパックという製品です。 Amazon での価格は37,800円。ただ現在は品切れ中らしく、仕方なくメーカー価格とほぼ同じ約30,000円で中古品を購入しました。3点セットは Amazon で品切れ中ですが、単体での購入であれば現在も出回っているようです。スティック単体が10,501円、スロットルが10,759円、ラダーペダルは30,003円となっています。ラダーペダルだけ妙に高いのは、メーカーの供給がストップしているのが原因かなと勝手に推測しています。ちなみに公式サイトでの価格を確認したところ、ラダーペダルの価格は10,800円でした。この製品がどういった方に向けられて作られているのかについてですが、フライトシム初心者入門向けの製品になります。現在国内で手に入るフライトシム向け機材ですが、有名どころを挙げると大体こちらの4つになります。左から今回のスラストマスター T16000mシリーズ、以前紹介したロジクール X56 米空軍公式レプリカスラストマスターオートップ、最近発売されたホリ、ホータス、フリグト、コ NT ロル、システム&モー NT、フォア、PC、他にもスラストマスターのトフリグト、ホータスなどもありますが、あれはフライトアクションゲーム寄りの製品なので今回はリストから除外してあります。で、今回の製品が入門向けである理由ですが、一番の理由は価格ですね。スティック、スロットル、ラダーペダルの3つが含まれているのにもかかわらず、リストの中で最も値段が安くなっています。また、スティックのみの単体販売も用意されており、そちらであれば10,000円ちょっとで購入できます。後ほど詳しく紹介しますが、スティック単体でも十分飛行機を操縦できるほどの機能が備わっているので、予算が少ない方はスティックのみ購入して、後ほどスロットルも購入して環境をアップグレード、なんてことも可能です。しかしながら、入門向けであるため他の製品と比べると機能は劣ります。一番わかりやすいのはスロットルの軸ですね。今回の製品は単発エンジン用ですが、それ以外の3つは双発のエンジン操作が可能になっています。また、ボタン数に関しても今回の製品は他と比べると劣ります。マイクロソフトフライトシミュレーターで遊覧飛行を目的とする場合は割となんとかなりますが、ウォーサンダーや DCS などの戦闘機シミュレーションゲームをプレイする場合は、スティックなどの機能が少ないと思いつつ、リに飛ばせないなんてことがあるかもしれません。まあそういった細かい機能面などの部分に関しては、これから実物を見ながら話していきます。まずはスティックから、スティックを倒して XY 軸操作。人差し指でトリガー、親指でボタン3つとハットスイッチ。スティックをひねって Z 軸操作。台座部分にスライダー。それからスイッチが左右に6つずつ、合計12個。スティックのボタン類については以上です。また、付属品としてグリップパーツがあり、これを使用することでスティックを左手用に最適化することができます。私がメインで使ってるロジクール X56 のスティックと比較してみましょう。軽く X56 について解説すると、スロットル、スティックがセットで販売されている戦闘機の操作系を意識したデザインの商品です。まず明らかにスティックについているボタンの数が違いますね。先ほどもあったように、 X56 は戦闘機の操作系を意識したデザインとなっており、ボタン数が多く右手での使用が前提となっているため、側面にもボタンがついています。その点今回のスラストマスターの製品では、スティックを右手用、左手用と選択できる機能により側面にボタンが付けられないことや、左右対称に作るためにボタン数が X56 と比べて多くありません。その代わりスラストマスターの製品には、台座部分にボタンが12個、スライダーが1個ついています。これはスラストマスターの製品がスティックのみでも飛行機を飛ばせるようにと設計されているためです。スライダー部分でスロットルを操作し、他の12個のボタンでギアやフラップを操作することによって、スティック1つで飛行機の基本的な操作が行えるようになっています。つまりスロットルやラダーがなくても、このスティックさえあれば飛行機が飛ばせて、それに満足いかなくなったら、後々スロットルも購入してシム環境をアップグレード、ということもできるわけです。スティックについては以上です。続いてスロットルについて触れていきましょう。スロットルは単発エンジン用ですが、ものすごく FA18 のスロットルを意識したデザインになっているなと感じました。細部は違いますが、ボタン配置が FA18 のスロットルに近いです。機能については、前後でのスロットル操作。側面はハットスイッチが3つと、一番下にオレンジ色のボタン。
裏面、人差し指で操作できる XY 軸、押し込み対応、中指で上下操作の効くスイッチ。そしてオレンジ色のボタンが3つ。その下にあるレバーはアナログ軸になっています。最後にダイヤル、無限には回らずこちらもアナログ軸です。スロットルの重さについてですが、裏側のこのネジを使って調整することができます。またまた X56 と比較してみましょう。やはりスロットルもスティックと同様にボタン数については圧倒的に X56 の方が多いですね。ただ私としてはスラストマスターの製品の方がシンプルで使いやすいかなと感じました。X56 はボタン数が多いんですが、ボタン配置的に少し押しづらいボタンがあったりするんですよね。それに対してこのスラストマスターの製品は FA18 戦闘機のレイアウトに近いボタン配置がされており、無理なく全てのボタン操作が可能でした。ただやはり台座部分のボタンが付いていなかったりと、スラストマスターの製品はボタン数が少ないので、戦闘機シムなど素早い機体操作が求められるゲームをするのであれば、この製品は少しスペック不足かもしれません。続いてラダーペダルです。足を前後してラダー軸操作、ラダーを踏み込めば左右のブレーキ軸操作が可能です。接続端子ですが USB ではなく AJI12。 どのように PC に接続するかというと、スロットルに AJI12 用のコネクターが用意されているので、そちらに接続します。ラダーペダル単体の製品だと AJI12 から USB に変換するアダプターが付いてきているらしく、直接 PC につなぐことができますが、この FCS フライトパックではそのアダプターは付いてこないようです。ラダーペダル単体で使用すると考えた時に、スロットルをかませないといけないのは少し面倒かな。またスロットル経由で PC に接続した際は、ラダーペダルとしては認識されず、スロットルの軸として扱われます。それから特別な機能は特にありませんが、この製品の特徴として左右の間隔が狭いというのが挙げられます。この映像からまたを閉じてラダー操作しているのがわかるかと思います。左右の間隔が狭いと、センタースティックが内ももに当たる可能性があるため、センタースティック環境の人にこの製品は向かないかもしれませんね。ではここからは実際に使ってみた映像になります。映像はマイクロソフトフライトシミュレーター、デフォルトである程度キーバインドはされていますが、使いづらかったので設定し直しています。で、今はスティック軸の動作確認中ですね。スティックをひねってラダー操作。足元は映してないので分かりづらいですが、今ラダーペダルの方でラダー操作をしました。ちゃんと動いてますね。で、スロットルに割り当てたスピードブレーキスイッチでスピードブレーキ。では飛び立ちましょう。スロットル全開。速度良好。徐々にスティックを引いて離陸します。足が浮いたので格納します。スティック台座のボタンをポチ。試運転がてら東京上空で暴れてみます。ここまで特に変にスティックが引っかかったりもなく、思い通りに飛ばせてます。それから今視点移動していますが、これはスロットル裏側の XY 軸で操作してます。先ほども映しましたが、スロットルを使わずスティックのみで機体操作を言っている映像です。このスティックだけでも普段のショート動画を作成できる程度の機能はついてます。一気にスロットルまで揃えるお金がないけど、フライトシムの機器が欲しいという方にとっての初めの一歩としては、このスティックはかなり向いているんじゃないかと思います。マイクロソフトフライトシミュレーター以外のゲームでも試してみましょう。飛行機ゲーといえばやはりエースコンバット、 PC 版の映像です。特に設定などは必要なく、差しただけで動作しました。映像では今回のスティック、スロットル、ラダー、すべてを接続していますが、スティックだけ接続しても動作しました。スティックだけ接続した場合は、マイクロソフトフライトシミュレーターの時と同じように台座のスライダーでスロットル操作を行う形になります。PC ゲーだけではなく PS4 でも使えるか試してみましょう。ウォーサンダーの映像です。キーバインドはされていないので全部自分で設定する必要がありますが、問題なくスロットル、スティック、ラダー、すべて認識されています。今回は基本的なピッチやロール、スロットル、ラダーのみ割り当てて簡単に飛んでみましたが、割と思い通りに機体を動かせましたね。武装面のテストは言ってませんが、そちらに関しても問題なく割り当てられるでしょう。
それでは今回のまとめ入っていきます。まずはスティックについて、やはりスティック単体で飛行機の基本的な操縦を完結できるというのがいいですね。しかもそのスティックが単体で1万円ちょっとで販売されているコスパの良さも強みです。強いて弱みを挙げるとすればやはりスティック部分のボタンの少なさですかね。ウォーサンダーや DCS など飛行機を飛ばしながら武装管理などを行うゲームでは少し物足りないかも。ただ1万円のコスパを求められる入門モデルの製品にこれを求めるのはちょっと違うかな。続いてスロットルについて、スロットルについてはボタン配置が最適化されており、個人的には X56 のスロットルより使いやすく感じました。しかしながらスロットルの台座部分にボタンが一切ついてないのは残念ポイントです。その分スティック側の台座部分のボタンがありますが、ここにギアやフラップを割り当てるといちいち左手をスティックに持っていかないといけないのが少し手間でした。まあこれは慣れの部分もあるかと思うのでそこまで重要ではないかも。続いてラダーペダルについてです。ラダーペダルの機能としては満足していますが、やはり気になる点はコネクターですかね。 USB ではなくアジ12と特殊なコネクターで、今回の3点セットの場合はスロットルを必ず間に挟む必要があります。3点セットで購入して後々スロットルをもっといいものに更新した場合、ラダーペダルを使うために使わないスロットルを置くスペースを用意する必要が出てきます。私自身、今回この3点セットを購入した理由の半分以上はラダーペダルを目的としており、スロットルについては引き続き X56 のものを使用しようと考えていましたが、3点セットでは USB の変換アダプターが付属しないので、ちょっと SIM 環境をどうするか考えてるところです。それからラダーペダルに固定用のネジ穴が用意されてないのと、ペダル間の間隔が狭く、内股寄りでラダー操作を行う必要があるというのもちょっとした残念ポイントですかね。固定についてですが、一応滑り止めが裏面についてるので簡単に動いたりはしません。しかし頑丈に固定したいのでネジ穴は用意してほしかった。スロットルやスティックについてはネジ穴が用意されているんですがね。ちなみにそれ用の純正台座もあります。クランプ式で机に下げることができます。また値段の高い純正でなくても、こういった汎用品でも取り付けは可能です。ただ、汎用品では固定用のネジが4本ほど追加で必要になる場合があるので注意。ここまでのことを簡単にまとめると、フライトシム入門モデルとしてはおすすめ。スティックだけでも十分飛行機は飛ばせる。戦闘シム用としては少し物足りない。ラダーペダルは拡張性が低く、今後のことを考えるとおすすめできないかも。って感じです。私の考えとしては、とりあえずスティックだけ購入して満足いかなくなったら追加でスロットルを購入するか、X56 やホリのスティックとスロットルのセット製品を買って、今までのスティックは左手用にして優先度の低いスイッチを割り当てて飛行機操縦の補助として使うなんて使い方がいいかな？と思いました。少なくともスティックについては買って失敗ってことはないと思います。というわけで今回の動画は以上となります。補足などがありましたらコメント欄、もしくは概要欄に追加します。過去の X56 を紹介したレビュー動画も一緒に見ていただければ、よりフライトシム製品について理解が深まるかと思いますので、よろしければそちらもご視聴ください。では、ご視聴ありがとうございました。良きフライトシムライフを。